あら、いらしてたのね。はじめまして。あなたが先生？よろしく。先生には私が外に、今の世間に出ても恥ずかしくないように、一般常識とか難しい機械の使い方を教えてほしいの。私、学校に行きたいの。学生らしい暮らしも、遊びもしてみたい。でも、ばあや、使用人が反対するの。外の世界は私が知らないことだらけで危ないって。だから、私の世間知らずを直してほしいの。パソコンとか、スマートフォンとか。あなた、詳しいんでしょ？そうよね。先生、そういう顔してるもの。もしレッスンする上で何か不便なことがあったら何でも言って。用意してあげる。その分レッスンは十分にしてもらうから、期待は裏切らないでね。あ、もしもし、東京本社の鵜飼です。暑いわね。でも気持ちいいわ。こんな機会でもなかったら来なかったし、先生、連れてきてくれてありがとうね。暑くて少し疲れたわ。
それにしても暑いわね。この神社、ベンチがもっと日陰にあったらいいのに。ずいぶん補給しなきゃ。あら？先生も飲みたいの？ちょっと！本当に飲むなんて、それ、私が口をつけたものなのに。明日ないわ。いけないことなのよ。それとも、最近は普通なの？読んだことあるわ。確か、関節なんとか。そんな大声で言わないでよ。もう、私帰るわ。明日もうちには来なさいよ。サボったら許さないんだから。外を出歩くのも案外発見があっていいわね。また来ましょうね。今日のレッスンは随分変わっているのね。面白いわ。一体何をさせられるのかしら。休憩にしましょうか。ん？何かしら。インターネットって面白いのね。おかしな人たちがいっぱいいて、私と遊びたいって言うから住所を教えてあげようと思ったんだけど、バーヤに止められたの。どうしてダメなのかしら。まさかこんなに面白いレッスンだったなんて思ってなかったわ。楽しい時間をありがとう、先生。
講師私よ。さっきレッスンが終わったところなのに申し訳ないのだけど、今から神社に出てこられる？ちょっとやってみたいことがあるのよ。すぐに来てね。遅かったじゃない。ねえ先生、この服かわいいでしょ。一足先に学生気分を味わいたくて用意したの。ねえ先生、ちょっとイメージトレーニングに付き合ってよ。この前貸してくれた漫画に載ってたみたいな学生らしいラブロマンスがやってみたいの。先生は不尊にも私に恋をしているしがない生徒。ある日突然ここに呼び出して私に告白しようとしているの。そういうこと学校ではよくあるんでしょ。ほら早く告白してみなさいよ。よくも私にそんな口を聞けたものね。あまり調子に乗っているとこの学校にいられなくしちゃうわよ。なるほど、こうやって撃退すればいいのね。漫画とはちょっと違うけど、さすが先生、いいイメージトレーニングになったわ。ありがとう。おはよう先生。じゃ、今日もよろしく。休憩時間なのね。あら？どうしたの？ん？何かしら？友達を作るわ。
普通の友達。夕方になると家の前を同じ年頃の子たちが楽しそうに下校してくの。私もあの中に混ざってみたい。一日もそろ。ねえ、この催眠術の本すごいわよ。私、コツが分かっちゃったかも。ちょっと先生、実験台になってよ。ダメ。私は先生の雇い主よ。おとなしく私のお楽しみに付き合いなさい。いい？あなたはだんだん眠くなる。まさか本当にかかったのかしら。そしたら。ワンと三回鳴いてみなさい。先生。本当はかかってないんでしょう。そうよね。さすがに恥ずかしいわよね。先生が乗ってくれたからついふざけちゃったわ。付き合ってくれてありがとう。今日のレッスンもおしまいね。今日は何を教えてくれるの？楽しみだわ。休憩にしましょうか。ん？ん？何かしら？
S? S って何？ああ、サディストのことね。先生はその方が好きなの？あなたの方が性格に問題あるんじゃないかしら。一日もそろそろ終わりね。ねえ先生、手品って目の前で見たことある？最近は素人でも扱える道具が多いんですって。というわけで先生、私の手品の実験台になってくれない？よし。これでいいはず。すごいでしょ？こんな道具も今は通信販売で買えるんですって。あとは。ん？ああ、これ。これはうちの蔵にあったものよ。いつの時代のものかはわからないけれど。ああ、大丈夫よ。これは本物かもしれないけど、こっちの箱に秘密があるの。じゃあ行くわよ。大丈夫。何も問題ないでしょ？本当に貫通してるわ。すごーい。じゃあ2本目ね。ほら、すごいでしょ？これなら何回刺しても大丈夫ね。痛くないでしょ？3本目はここに刺すのね。どう？やった、成功ね。本当にすごい道具ね。高かっただけあるわ。じゃあ外してあげる。お疲れ様。じっとしてるのよ。今日のレッスンは終わりね。楽しかったわ。またいらっしゃってね、先生。おはよう先生。じゃ、今日もよろしく。Thank you.
休憩時間なのね。ん？何かしら？それはつまり、もっとナイスバディな教え子の方が良かったってこと？そうなんだ。私じゃ不満？ごめんなさい。つい調子に乗ったわ。ねえ先生、この服見て。アイドルってやつよ。今流行ってるんでしょ？これで歌謡ショーをやってあげるわ。いいのよ、自己流でやるから。さあさあ、準備はいい？しいのね。でもいいの、私の中ではこれがアイドルなの。今日のレッスンもおしまいね。もう少し遊びたかったのにさ。
先生、お待たせ様。はあ、今日も暑いわね。暑くて少し疲れたわ。ちょっと暑いし、一旦屋敷に戻りましょう。ねえ先生、ちょっと一緒にゲームしましょう。これ一台で、二人で競い合うゲームなの。先生、そっち持って。よーし。楽しかったわ。また一緒にやりましょうね。今日のレッスンは終わりね。今日は何を教えてくれるの？楽しみだわ。Thank you.
休憩にしましょうか。ん？ん？何かしら？さあ、どうかしら。少なくとも先生を見てるだけで楽しいから暇つぶしにはなってるわね。引き続き頑張ってね。明日いよいよバーヤと一緒に街に出かけるの。先生のレッスンのおかげかしら。なんだかとってもワクワクするの。どうなるかわからないけど、吉報を待っていてね。もしもし、私よ。さっきレッスンが終わったところなのに申し訳ないのだけど、今から神社に出てこられる？ちょっとやってみたいことがあるのよ。すぐに来てね。遅かったじゃない。ねえ先生、この服かわいいでしょ。一足先に学生気分を味わいたくて用意したの。ねえ先生、ちょっとイメージトレーニングに付き合ってよ。この前貸してくれた漫画に載ってたみたいな学生らしいラブロマンスがやってみたいの。先生は不尊にも私に恋をしている死なない生徒。ある日突然ここに呼び出して私に告白しようとしているの。そういうこと学校ではよくあるんでしょ。ほら、早く告白してみなさいよ。なんか違うわ。漫画ではこう、もっと顔が近かったような。なるほど。こういう気分か、なるほど。学校生活ってスリルがあるのね。覚悟しておくわ。ありがとう先生。またね。私よ。この前まではレッスンご苦労様。バーヤとお出かけしてどうなったかを話したいのだけど、今から屋敷に来てもらえるかしら。ん？ええ、ありがとう。それじゃあ待ってるわね。待っていたわ。
どうだったなんてやぼなこと聞かないでほしいわね。今月から学校に通う。手続きも済んだわ。バーヤもね、すごく驚いていたわ。私が手を引いて、街を案内して。すごく楽しかったわ。バーヤも心よく学校に行くことを許可してくれたし、私も今がよくわかったわ。でもだからこそ、今をこれからも知り続けるための先生が必要だって思うのよ。あなた、一週間だけの先生ってお約束だったけど、これからも私の先生、続ける気あるわよね？よろしい。先生も私に教育されちゃったみたいね。偉いわ。さあ、明日からどうレッスンしてくれるのか、一緒に計画を立てましょう。私よ。あなた、今日は予定はあるの？そうでしょうね。それじゃあ神社に来てもらえないかしら。先生にも会いたいし、ちょっと話したいことがあるのよ。すぐに来なさいね。待ってるわよ。まったく、もう夏も終わりだっていうのに、暑さだけは変わらないわね。でも、こういう日も悪くはないわね。そういえば、学校に通ってわかったのだけど、学校にはあなたのような先生はいないものなのね。学生らしい暮らしも遊びもすごく楽しいのだけど、授業が退屈で仕方がないわ。すごく楽しいレッスンをする。どこかの誰かのせいね。授業もきっと楽しいものだって信じてたのよ。ついてきなさい。夏が終わっても楽しいレッスンは終わらせないわよ。
ー。